よっしゃ、ちょっと変なところから再開になってしまっているのですが、そうやね、なんか水謎生き物に追われてる途中やったね。はいはい、はい、届かないやつ、すぐ届かへん、もうすぐでかい、何もかもが。なるほど。大体わかった。大体わかったけど、絶対に必要のない落下をしました。どんなもんなんでしょうね、クリアまでのボリュームというか。これ多分限界まで下ろしてから、はい、こう。行くぜ、同じことをして、危ねえ。シックスちゃんと同じ死に方を、と思った。危ない。もうすぐなる、これ。ちょっと待って、ここは謎生き物おらんのか？こっから登れるかな？で、これで、水位を下げることにより、なんでこんなとこにこんなどう考えても浸水するところにこんな大量に物が。これで、まあ普通にあれやな。椅子を使えば。なんか水中謎生き物は最終的に戦うことになるんやろうか。あれ、ちょっと待って、鍵かかってね、ここ。鍵かかってんな。あの瓶、もにょもにょしてない。なるほど。中にノームがおるな。ポジティブに考えよう。あれはノームや。違った。ノームじゃないもやった。でもこいつ、あんまり足速くないな。ちょっと待て。はい、スライディング。はい、俺の足についてこれない。お前のそのスローな動きじゃ俺の足についてこれない。お話にならん、いらんのかい。なんやねん。言うてや、そんな。よーし。また水位上げたりとか下げたりとかすんのやろうな。スイッチ。水位が下がります。これは？これを？ちょっと待って、これ一個確認したいんだけどさ、もしかすると、ちょっと待って、確認のために死ぬのは北斎から。チェック。死にたくないという思いでチェック。これはもしかすると水位が高い時に謎生き物がいるのか。絶対におかしいけど、おらんもん今。水が上がってくるとともに戻ってくる。違う、電気や。謎生き物はおらんけど漏電しとるんや。そういうことか。じゃあこれや。わかった、そういうことか。大丈夫か、キッちゃん。大丈夫か、尖った部分に頭をぶつけてないか。よし、これで多分足場を作れということではないか。これでこうして足場を作ってしまって、少しジャンプした方が早く帰れる気がする。よし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 。で、吸い上げる。っていうか、この垂れ下がってるコード引っ張って持ち上げりゃいいだけの話じゃない。なあ、違うか。こうして、こうして、こう、OK。ネズミが死んでる。なんで持ってけんねん。なんか使うかもしれん。持ってこう。穴があるよ。
ほい。え何やった意味があんのかと思って捨ててしまった。どうしよう、今の行動バッドエンドに直結したら。おお、なんかおった。なんか人形みたいなやつやったな。なるほど、クソキモがおるぞと。ここはクソキモオルデエリアやと。うわ、来た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 。ちょなんか容赦なくなってきてない。早く行動しろってことか。ここはもうサクサク行きなっていうステージ。あ、これ無理じゃない。ほ、あ、いけたいけたいけた。よし、魚か。これで一旦こっちにやって、あいつクソアホやから、クソアホお魚もよし、今クソアホ魚食い状態の間にこっちにガーッと行って、やばい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 。えっと、トライしましょう。こっちか。もうこれこうしてこうしかなくないか。こうしてこうして、はい、こう、でも時間稼ぎ用の魚がないのよね、ここないから。はい、もうちょっと頑張って飛ぶしかないな。ちょっと頑張って飛んで、見えた。こうで、はっ、いける、意外といける。もう完全に主人公がキッド君が慣れてる、あいつを巻くのに。いつでも来な。なんか友達になれるかもしれん。大人、ああ、危ない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 。単純にボタンを間違えた。オッケーオッケー。船、船ね、行くぜ。落ちたんだが、これはこれは終わりか、終わってしまうか。あっ、危ない、ダメだ、くそ。飛ぶっけないか。船がある程度こっち行った隙にこうか。いやでも正面におんねんけど、無理しちゃこんなん。いや、勢いが行きづらくさ。とはいえ、あの船でしばらく遊んでてんけど何もなかったから、これ多分ね、というかのんびりしすぎたんじゃないかな。あの船の上でのんびりしすぎて敵に先回りされちゃったから。あー、やっぱりそうや、もうサクサク行くべきやったやな。基本的にあれもなんかゆっくりしすぎて敵が先に行ってしまった場合はもう詰むんかな。それか自分が手前に一回戻るとかで対策が。大丈夫かい。ごめんね、操作ミスだよ。あ、これ途中で降りるんじゃなくて一番上までいい、うん、ああ、いけるんや。そこ空いてたんや。ここ何の部屋ん、これは割れなさそうやな。トイレットペーパーを台無しに。なるほど、大体分かった。向こう側に行きたいから、これを押すと水位が下がっちゃうの。むしろ上げたいんだけど。こっち側は、あ、これこっから上に行けるってこと。ああ、じゃあ理解した。こうしてクランク取って、ほい、沈んだ。沈んだ。あ、そっか、水位上げればいい。いや、上げればいい、下げればいい。終わったかと思ったけど、今のが沈んでいた瞬間、ドゥーンって言って真っ暗になって、ゲーム終了してもいいかと思った。
どこや俺の沈んだやつどこ？違う、お前じゃない。どこ？これ？違う。あれ？行方が知れんのだが。水に溶けたのだが。クソ、手前からやり直しや。こうして、でもなんかわかったよ。大体意味はわかった。はい、一回着水します。で、上がります。で、上まで行くわな。ここまでは合ってる。んーで、ここ隙間空いてるってことやね。ということは、ここで置いたら下に行くってことやね。で、下に置いて、ほい。こいつを、まあ、一旦この辺に配置。そして、イカ上げます。で、水位を下げます。下げて下げて、ノー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 、キッキッキッ、オッケー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 。で、このトランクを、ちょっとわかりやすいところに置くわ。真ん中ぐらいに配置します。あ、いや、あれ、柱の向こう側の方がいいかな。この辺かな。オッケー。で、はしご上がります。そして、クランク持ちます。下行きます。おっと、あー、ラブった。で、これを、違う。多分、どっかに沈んでたよな、さっきも。で、この上に、おー、大丈夫か。ちょっと、難しいな。大丈夫やで。ゆっくりな。難しいな。次ミスったら怒るで。はい、オッケー、天才。あ、あれ、もうちょっとこっち側の方がいいかな。まあいいや。あげます。で、このトランクを、よいしょ、上がって、こっから、はい。はい、そうですね。この辺でええわな。この辺でこうしといて。で、仕上げます。こうします。取って、ほい。これな。で、ここにはめて、回すと、あれが開くと。よし。おお、しまる。スライディングー。よし。ほら。下水中かなこれ。開いていそうやな。よし。どういた？あ、私いました。お、くつろいどったやん、あいつ、今。いいよ、そんな無理して水の中来てくれんでも。うわぁ！なんやて。これはまずい、くっそ。とっとと動けってことか。よし。行くぞ。お、なんかこれ、おお、沈んでる。いけ、はい、避けた。多分ここも早く行かんと、良くないんじゃないか。今じゃ。はい、これもうあれやな、ちょっとぐらいの木の板だったら沈めてくるって考えた方がいいな、これ。だからもうこういうとこももう、テンポよく。おー、ちょっと待て。頑張れー。いける。お前ならいける。届く。よし。よし。あ、なんか電気あるぞ。これはそろそろ戦えるか？もしかして。
テレビつけた。攻撃できそうやな。さて、向こう側になんかスイッチがあるが、向こう側に行く手段がない。一回戻るか。一回戻ってここに上がったところでじゃねえ。もうそうなるよな。いや、どうすんだこれ。再開こっからか。あのテレビのとこに行きたいねんけど、これは、ダメか。これは間に合うな。てか現状登れる場所がここしかなくてさ、あっち側に行きたいねんけど、この電球掴まれるかな。ほっ、あ、行けた。そういうことか。こうしてこのスイッチを、はい、こうすると、うおー、怖い。足場経由せんとまずい。一回こうして、はい、叩かれる。一回こうして、ここからこう、ああ、これで水位が上がっているから、ここを登ることができるようになっていて、よしよし、何やあの気持ち悪いやつ、ハゲてるやん。ハゲ取った。俺のハゲにやられてた。めっちゃ嫌。でも頑張ったな主人公。よし、キックン、お疲れキックン。何もないかな。なんか途中から全然収集アイテム見なくなったけど、多分逃してんやろうな。ん？これ上か？あ、いや、上あるやん。そんな話したらあるもん。あるわ。よしよしよし。キュポン。結局中から何出してんのかわからんままやな。なんかカサカサ言うてんな。神。本当にこれだけかな。よし。階段が登れません。階段の目測をミスる。よし、上。はあ、とりあえずハゲは倒したし、この瓶は違うよな。違う瓶やよな。いやー、7ハゲ食べられぐらいしたわ。辛い思いをした。おお、嘘だろ。うわぁ、ベッド戻された。あ、え、あ、もしかしてシックスちゃんが足場にした。あ、てか違う、一番最初に引きずっていかれた箱。ああ。で、この後でシックスちゃんが、おはようってなるんや。なるほど。今回の大冒険じゃ何やったんですか？すべて無駄ってこと？とても悲しい。いや、どうやろうな。でもなんか、DLC ってお話続いてるっぽいから、まだ、やられると決まったわけじゃないんじゃないかな。DLC がなんか第3弾ぐらいまであって、これ第1弾なんで、これが終わって次第2弾に続くみたいな感じじゃないでしょうか。